はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、バカったバイトテロがですね、また現れたぞっていうことで、こちらの記事ですね。焼肉ウエスト、従業員が食材の入った段ボール箱に乗る不適切な行動を謝罪。やばい、どんどん肉が潰れていけよると動画撮影をしてるぞーっていうお話なんですけど、この焼肉ウエストで従業員が食材を踏みつぶしてるっていうようなね、そんな話なんですよね。ふざけんなよっていうことでネットで話題になって、店が 特定してですね、えー、認めて謝罪をしているというような話なんで今回その件についてね見ていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでこちら焼肉ウエストなんですけどこんな感じでねまあ、焼肉屋さんのね、えー、お店になるわけなんですけどまあ店舗的には九州とか関東の方に多いところになるのかなちょっと元光は馴染みがないんですけどこちら焼肉ウエストってお店、ね、でちょっと ウエストは2日食材の入った段ボール箱を踏みつける動画が拡散した件で不適切な行為だと謝罪。 店舗を従業員が撮影したこととを認めたっていうことでこでんな動画が拡散されてたんですよね。焼肉ウエスト、唐津店で肉の入った段ボールを踏みつけるスタッフ。肉の入った段ボールに乗って、やばい、どんどん肉が潰れていくよると発言。やばすぎだろっていうことで、これ従業員がですね、ふざけたことをやってたみたいなんですよ。こんな感じでネットに投稿されてたみたいなんですけど、テロップはね、ここちょっとモザイクなんでわからないと思いますけど、朝から唐津店で は事件が発生ビッグムカデーということで、おそらくこの敷地内にムカデが入ってきたんだと思うんですけど、それでてんやわんやしてるという状況で、で奥の女性とこの真ん中に男性がいてね、まあ、撮影者がいるわけですけど、奥にね、何もせんで見おるやつっていうテロップもついてるわけなんですよ。まあ、女性が見てて、男性が、えー、そのムカデを取ろうとしてるわけですね、えー。その様子が動画で収められてるわけなんですけど、おいおいおい、何なんだよみたいな感じで、男性がね、う、えー いろいろしておいムカデか,かってえー、じゃあこれで捕まえるぜっていうことでまあとりあえずそれを出そうとするわけですねでその間にですねこの女性撮影者なんですけどうわあやばいやばいって言いながらここにね段ボールがあってですねその上 乗っかっかてるみたいなんですよでここに食材が入ってるんですよね。肉の、えー。これスリッパで上がってるわけなんですけど、これ見といて、ちょっとこうアングルをね、自分のとこにするんですよ。えー、やばいってって。で、えー、その時にですね、ここに書いてる通り、やばいどんどん肉が潰れていきおるーっていうことで、自分で肉を潰してるっていう意識はあるんですよね。で、この段ボールの上に乗ってね。で、動画を回してて、で、えー、その後、ムカデが取れた取れたって言ってお、イオンの方、イオンの方とか、u こうことでの方に投げてしまえっってていうことを言ってたりすするわけなんですよ、まあ本人たちは遊び半分でやってるのかもうテンパってこうなったのかわかんないんですけど動画撮っててこれを投稿してるんですよわざわざ自分たちでこんな感じでテロップつけてまでネットでね SNS に上げてるわけですよね訳わけかんないよね自分たちでが働いてるとこの食材踏みつけてるはずなのにこんな動画を上げてたわけなんですよだからふざけんなよっていうことで大炎上してたわけなんですけどウエスト こは九州地方を中心に焼肉やうどんの店舗を展開している飲食店代表取締役社長和歌山市名義で弊社店舗における従業員の不適切な行動についてのお詫びを公式サイトに掲載動画は焼肉ウエストからつ店で撮影されたもので同店従業員が食材が入った段ボールを踏みつけていたと報告したということなんですよねもう完全に店舗側も認めてるわけなんですよ、えー、こちらがねその謝罪文になるわけなんですけども 店のホームページで、弊社店舗における従業員の不適切な行動についてのお詫びと、この度焼肉ウエスト唐津店にて、同店従業員が不適切な行為を行った映像をインターネット上に公開していることが判明しましたということでね、まあ、誰かっていうのは完全に特定されてるみたいなんですよね。まあ、顔も店舗も分かってて、従業員だから、それすぐね、あの特定されるわけなんですよね。で、まあ、その後ですね、今回のことを受け、弊社としまして、食の安全、安心の理念のもと、 全従業員に対して教育指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。改めてお客様にご不快な思いと多大なご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。ということで、まあ、この人たちにまあ、処分をするとかまあ、なんか損害賠償請求するとか、そういうのは一切発信されてないんですよね。まあね、ムカデが出たテンパって食材の暖房の上に乗ってしまった。もう端っこに行こうとしてっていう気持ちはまあ、100歩譲ってあのー？ 理解してとしてもですねその後その動画をネット上に「うわやばいこと起きた!」って言いながら上げる感覚がかなり間違ってると思うんで元光は普通に処分しないといけない話かなと思いますけどね、まあ、一応この動画に撮影されております食材については全品廃棄処分を行いましたっていうことで廃棄処分するのもかわいそうだしさこのお肉かね まあもっと大きな会社としては、毅然とした対応をとってほしいかなとは、本光思ったんですけど、でもね、今、飲食店って本当に人材不足でもあるんですよね。なかなか人が入ってこない、お金かけても入ってこないというような求人で困ってるところが多いと思うんで、もうそうまでしてでも、まあ、こんな人たちであっても、なんとかつなぎ止めておかないといけないっていう意思があるのかもしれないです。まあ、これは本光のね、憶測にはなるんですけど、まあ、だとしたら、 まあ相当苦しいよね飲食店ってまあそんな中こういうことをされて風評被害も出るってもうありえないけどね。 まあ超悪循環なんじゃないのかなと元々は思っちゃいますけどねまあということでとりあえずねあの誰かっていうのは特定されたみたいなんですけどまあ一応お店としては今後徹底的に教育指導していきますからねで終わってるというところですねまあどう思いますかねコメント欄でちょっと教えてほしいんですけどまあいろんな人の意見もちょっと見ていこうと思います食を提供する店としてムカデネタとかマイナスでしかないし食材を踏むとかありえないしっていうことでねまあ確かにそうだねそもそもムカデが出 出たっていうようよなねそんな動画を、まあ、どこの店舗か分かる状態で発信すること自体がまあ間違ってるね。確かにね、まあ、ちょっとここがかすんでたから元光も分かんなかったけど、確かにそうだねってなりますね。で、食材を踏むとかありえないし、店名まで出,し出ちゃって店が潰れてまうって発想にならず、全世界に動画をアップする頭の悪いスタッフだーっていう風にね言われてるわけですね。いや、ほんとそうなんですよ。 あの仮に動画撮ってたところで、ね、テロップつけてまでわざわざネットに上げなくていいじゃないですか。 それを自らやってるんで、まあ、これかなりやばいと思うんですけどね元光はとか他にはこんな動画あげたらまた問題になるって何で考えないんだろうって考えられないような人だから食品の箱にサンダルのまま乗るんだよなきっとってまたニュースになるんだろうなってこれが何でわかんねえんだみたいだねことが言われてたりしますまんほんとそうかなと、うん、まああの本当にテンパってたっていうのを理由にして乗っちゃったわね100歩譲りましょう 動画をネットに上げるのは冷静な時にやることだからね。冷静にやってもこれがセーフだと思ったんでしょう。ありえないけどね。とか、他には、なんで毎回訴えられるのにするのだろうって、100歩譲っていたずらにしても、動画撮って投稿するとか考えきれなくないっていうふうにね、言われてます。まあ、もうほんとね、元水もそういう意見ですね。で、また訴えられたりとかもいっぱいしてるわけじゃないですか。ニュースとかでも言われてますしね。なんでこんなことするんだろうって。とか、他には、佐賀県かって、行くことないから、 いいけど「食べ物の上に乗るのは頭おかしい」って誰も止めないのも頭おかしい「肉が潰れる前に焼肉肉をストと唐津店が潰れるな」っていやほんとそうだよね。<laughs> 肉が潰れてまうじゃなくて店が潰れてまうになっちゃいますよね。とか他にはこの撮影者の女人の顔はさらすくせして自分の顔は映さないんかーっていやまあ確かにそうだね。あのモザイクとかも何もかけてないからね。てか解雇されるのは多分この撮影者の女だけでしょうって他の人たちはムカデしか見てないんだからさーっていうことでまあ確かにね罰せられるとしたらえこの女性かなって感じしますね。とか他にはとてつもない賠償がいつも発生してる に投稿する意味が毎回わからないっていやそうだよねしかも飲食店の働いてる側だからね ニュースにもなったりして、ああ、こんなことを飲食店で起こってんだっていうのもわかるのに、なんで飲食店側の人がやるんだろうね。マジでわかんなくて。とか、他には、焼肉ウエスト、唐津店、食べ物の上に乗って、なおかつそれを動画に撮ってアップするとどうなるかとか、今まで散々見てきただろうにって、いや、そうだよね。地上波でも普通に、まあ、寿司ペロ事件とかもいろいろありましたし、バカったバイトテロの事件って、報道されまくってるのに、なんでこれやるんってなっちゃいますよね。 他には焼肉ウエストって初めて聞いたけどカラス店さん終わったねーって食材の上に立つとかはマジでありえないし何が楽しいんだーってそもそもなんで肉が外にあるのそして撮影して SNS に載せる神経でこの女には立ち直れないくらいのお金を請求した方がいいよーって本当にこういう人間は挫折しないと治らないねーっていうふうに、ね、言われてますね。まあ、正直なところ、こういっ ことををねねネットで上げちゃううっていうのを、ね、普通にしちゃう人っていうのはかなりマイナスというかリスクを抱えてる状態だと思うんでお店側も毅然とした対応を取った方がいいんじゃないのかなと元道は思いますけどねその方がお店の信頼が上がるんじゃないのかなとは思いますけどねということで今回のお話は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました